がりのラカトシさん、有名人でございますが、彼が監修をしていらっしゃるこの楽器、まあ、2種類出てる中でまず最初に触らせていただいたのがザ・アドバンスト。なかなかハンガリーというだけあって民族音楽に使うのにはちょうどいいと言いますか、結構アタック弓のキャッチをしてくれる楽器なのかなと思います。なのでちょっと私自身今ミュゼットというアコーディオンとご一緒に弾く一部を弾かせていただいたんですけれども、ギターだったりアコーディオンだったりそのようなちょっとダンス音楽、そちらのヨーロッパのジプシー音楽に使うのにはまあ本当に、まあ、ジャズをやってる私にとってはいい楽器なのかななんて思います。でもそれだけにたけることなくクラシックの方にとってもすごく弾きやすい楽器にはなります。好みは分かれるかもしれませんが、なかなかクラシック以外ポップスの世界に入ってももしかしたら音は抜けるのかななんていう思いもありながら触らせていただきました。やはりいろいろな国があっていろいろな音楽がある、その特有のその国特有の風土に合った音を作り出すものなんだなと思いながら弾かせていただいております。まあ、これで刻みのギターが聞こえてきて何か演奏できるもの、すごく楽しみだなと思って弾かせていただいてます。